クリーンです。本日なんですけど、海外流と鍵の勇者ガチャの星7確定を引いていきたいと思います。ちなみに今週分の、10連ガチャとか、あと250円のとかも残してあるので、そのあたりも引きつつ、まあ、魔法石ね、140個一応あるので、まあ、ちょっとねつまんでいこうかなと思っております。狙いはね、まあ、前回の動画見ていただいた方だと分かると思うんですけど、メッソンと新キャラ、名前忘れちゃったもうね、前回の、ガチャ動画結構見ていただけたんですけど、まあね結果が大爆死だったので、大爆死って言っちゃあれなんだけど、まあ、狙いのものがね出なかったので、今回引いていけたらと思っております。じゃあ早速ねやっていきましょう。この10連ガチャからいこうかな。これ10連だよね。これからいきましょう。ここで出たら熱い。ほい。とにかく、メッソンになってるよね。あいつがね、ま、必須って言っていいのかわかんないけど、うわ。まあ。あの、メッソンの武器がめちゃくちゃ強いので、ま、いないと困るよねっていうのでね、どうしても引きたいんですけど、ま、ここまでは OK。ここまでは OK っすよ。まずね、本番これです。これ。ここがね、一番大事というか、もう勝負ですよ。さあ、来い。何来る？はい。なるほどね。わかりました。まあ、まだね、いける。28回いけますから。ちなみに、前回のね、ガチャで、まあ、欲しいもの引けずに、終わりまして、ちょっとモチベーションはね下がってますね。なんだっけ、新しい称号なんだっけ、5とかのやつもまだ終わってなくて、今撮影日が土曜日なんですけど、いやもうやんなきゃやばい、さすがにさすがにやんなきゃやばい。だからまあちょっとこの撮影で狙いのキャラ引いてモチベーション上げて行きたいですね。やっていきたい。あ、ダイヤ来た。来い。はーい。わかってますね。そうですよね。いやー、もう物欲センサーがね、出ちゃう。なんかね、出そうな気はしてないんですよ、もう。確定ガチャで、あの結果だったんで、お、ダイヤ。まあ。クラソラスもさ、なんだっけ、なんか、出たときさ、何かの集会で使うってなったけど出なくてめちゃくちゃ、おっ来ました。あ、まだこれ確定ドロップあんだ。確定ドロップじゃねえ、奇世界ドロップ。奇世界ドロップ一応ね、多分全部集めてるので、よかったわ。ミヤ来ました。はいはい。もうほんといよいよね、メッソン引くだけだわ。連続で来い、連続で。まあまあ、そんな甘くないね。そんな甘くない。いやまあ、でもなんかちょっと一安心。ミヤ来たし、ミヤも持ってなかったんで、ちょっと一安心しましたね。と言ってもって感じですけど。いやーでもまだね、魔法石も結構あるし、でも確率が 1% なので、まあまあ、簡単に言ったら100回引いて、まあ1体じゃないですか。ってことはまあ、ワンチャンあるよね、こんだけ引けば。さあどうだ。まあね、そうだよね。ちなみに、話全く違うんですけど、今更になって僕ヒーローアカデミア。なんだっけ、正式名称わかんないや。ヒロアカ。漫画ね、ちょっと読み始めました。今3巻まで来たんですけど、いやめっちゃ面白い。てかもうなんでさ、ジャンプ買ってんのに読んでなかったんだろうっていう。いやもうずーっとジャンプ買ってんのにね、読んでなかったんですよね。なんでめっちゃ面白いです。今ハマってるというか、まだハマってるほどじゃないけど、アルテミスを引いて、いやでもね、ちょっとほんとまあ、ミヤ出て気がほんとちょっと楽になりました。何にも出なかったらどうしようって。あ、ダイヤ。あー、これね、なんだっけ、こいつもさ、武器最初使ってましたよね。マルチブースト付きの武器だったんで、懐かしいな、使った頃が。なんだっけ、そう、ヒロアカね、ヒロアカにハマってるって話で、いや、オール、そのパズドラでコラボしてたんで、なんかキャラは知ってるんですよね。だからなおさらなんか、おっと、ミヤ来る。マジか。
マジ？ミーはこれで使えますね。リラフで自分で用意して。そうか、もう本当にあとメッソンだけだな、そうなると。いや、マジか。メッソン来たらもうさ、勝ちだよね、もはや。というかもう本当、本当来てほしいけど。あのメッソンの武器がさ、強すぎません？ね。でさ、ちょっとまた、ヒーローアカに戻って申し訳ないんですけど、オールマイトとかさ、パズドラで言うと、進化じゃないか、変身前とあって、なんかね、すごい細い人が、すげえマッチョになるぐらいのイメージしかなかったんですけど、なんかね、そういう意味があるんだとか、ちょっと分かってね、熱いっすね。なんか結構そのパズドラで、コラボ来てから、まあ、読むってこととかも結構多くて、鋼の錬金術師とか、進撃の巨人とかも、あとフェアリーテールもだね。パズドラのコラボ来て、まぁ、ちょっと読みましたね。なんか、課金して知らんキャラ引くのきついからっていうのもちょっとあったんですけど。さあ、ダイヤ。来い来い来い、オッケー。嘘だろ。やばくない？これっすよ、これ。この武器がね、めちゃんこやばくて。マジか。泣きそう。マジか。これで、本当であればメッソンがもう2、3体欲しいんだけど、これで、まあ、引退阻止できましたね。マジで。いやー、テンション上がったわ。よかった。もう、なけなしの1万円でね、課金して、確定ガチャと、ゴールデンウィークなんちゃらのやつを買って、今引いてるんですけど、さあ、ラストは金。で、僕、ガチャ動画何回か上げて思ったんですけど、爆死した方が、いいねをもらえると。いうので、まあ、この動画はもしかしたらいいねもらえないかもしれないけど、まあ、でもよかったわ、ほんと。前回のことがあったんで。いやー、よかったー。めっちゃ嬉しい。だってさ、確定でこれ引いててさ、その後で見たらさ、ほんと狙いのキャラだけだもんね、出んの。やば。いや、ということで、今日の動画はね、ここで終わりになるんですけども、よかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。